はい、今日は5月の15日、9時に1本、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況徹底した調査を行い、各社に強制を求めると,とともに、市民の皆さんにはその事実と真相の誓いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリ版千賀小坂、狼、少年ならぬ狼、親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆ささん、こんばんこばはさあ 昨日、私の大阪地方裁判所民事部806号法廷で行政訴訟の2つの裁判を行われました。そして、現在は相手方市長がですね、市役所との書類の押収、こちらから 提訴したものに、役所の弁護士が回答してきて、またその回答において、こちらからね次のね訴状の問題を投げかける、そのようなことが昨年の、もうかれこれそうですね、7月に提訴して、もうちょっとしたら1年になるんですが、まあ、民事裁判というものはそのようなものだってあることはね、まあ、大概の皆さんはご存じと思いますが、どうも、 9月ぐらいに次の裁判が7月の、えー、と14日ですかね。と言いますのは、これでちょっとね、さあ、次の本題の法廷で行われる本裁判に入っていくことになるんですが、次の7月の裁判までは、こちらから今度はね、とんでもない隠し玉の質問を投げかけるわけなんですね。つまり、 この裁判の本文、本件に直結する、私が調査したその調査報告書を提出するわけなんですね。このからくりなんですね。行政がね、下隠しに隠してきた、その隠蔽された根拠を私がね、これ、提訴して出すわけなんです。ね、そのような中において、さあ、この1週間後、ね、今度、あと4日、 4日後には、えー、和歌山市御坊の市長選挙ですね、先ほどもメールが届いたんですが、和歌山の代表からに、ね、市長候補の山本氏からメールが届いてきて、LINE でね、この選挙の時に候補する、ね、チラシですね、裏表の、ね、原本ができましたので、LINE で送りますというのが送ってきたんですが。 さあそれに、ねこのチラシというのは選挙期間中に巻くものと今現在ね巻いているチラシは政治チラシですからまあどのようなチラシを巻いてもねこれはね事前運動にもならなければ自分たちの和歌山環境保全団体が調査したその結果をねこうして巻いているチラシですからねこれは政治チラシとしてね団体であればどこの団体でもやる、ね。 要するに、選挙の時にまくチラシと、ね、それ以前に、それ以後にまくチラシというのはね、これは政治団体のチラシと判断されるわけなんですね。選挙のチラシというのは、選挙期間中に手渡しで、ね、演説するところで、ね運動、選挙運動に、ね、充実する、その人たちが手渡しで通行人や傍聴人にそれを、ね、手渡しする。これれはは、ね、決められたそのチラシには 小、ね、ちちゃいね、1センチ角ぐらいですね。ちょうど1センチ角ぐらいのね、小子が、因子みたいなのあるわけでね、剥がして貼ったらもうぺたとつくような、ね、切手みたいなものですね、1センチ角の。ね、選挙用と、ね、書いてありますんでね、その選挙用が入って貼,って貼っていないものを配布したら、これは選挙違反、ね、になるわけで、必ずそのね、 用紙に1枚についてね、1, 1枚貼るように、1センチ角ぐらいの、ね、シールですね、それがあの配布されて何、ね、何千枚、例えば1万枚、市長ですから1万8000枚、ね、そらく負けると思うんですが、ね、まあ、大概その1万8000枚もほとんどは、ね、いらないと思うんですが、なぜならば、有権者がね、どうも1万2000人ぐらい、あ1万7000人ぐらいですかね。 まあ世帯数が相談ありませんから、ね、その世帯数に1枚しても、ね、まあ、人口を通る人に、ね、巻いても、なかなかね、1万7000枚も作ったらね、まあ、現場で、ね、巻くにもそうね、対して負けないんじゃないかなと思うんですが、まあ立派なものが届いております。公約、一つ増えてますね。要するに、明るく子育てする街づくりというのをね、一つ公約に入れました。以前にやったのは ね、公共行為に有さずの是正という,、ね、いうものと、それと、ね、一番、ね、この自分が、ね、なぜこのようなところへ出たかというのは、ごぼう市民が一番である生活するにあたっては、市民のための公約を出すというのがね、それが基本であってね、自分がどうしても、ね、このごぼう市の行政、市長と、現職の市長と、そして14名の議員、 この2名はどうも、ね、共産党ですから、ね、さまざまな意見対立はあると思うんですが、12名の議員は、なんと、ね、議場で、それも縁談からね、現職の市長に次の代々議立の、ね、選挙の日は頑張ってください、我々も総意で応援しております、このようなね、今までの4年間の実績は最大とるもので貢献されております。ごぼう市民のために貢献されております。 ね、このようなことで、あと次の選挙でも頑張ってくださいね、私たち総理で本日、ここにね、感謝申し上げます、このようなエールを送っているわけなのに、さあ、このね、とんでもないことをやっているのが、現在の御坊市の市議会議員と市長の、ね、三浦市長の実態である。しかし、市民というものはね、その選挙のある時には、ね、応援してるものに一生懸命やって、 あと、注目しているのは、その利権にたかる連中だけなんですね。ただ、選挙に行って、自分たちで、ね、投票所に行って、この人を、ね、選出していこうという形になる人たちはね、もう選挙が終わったら、ああ、自分たちが投票した人が当選したらよかったな、こういう安堵感があったら、ね、もうちゃんとやってくれるだろうという、そのような期待だけで、4年間が経ってしまう。ね、その中で、ね 気がついたら、ね、ちゃんとあからさまになったら、市民のためになるようなことはやっても、それには全て利権が絡んでいるというようなことで、ね、この今までずっとそれをやってきた。さあ、この前、ね、私がごぼう氏の入札について、ね、私と、ね、和歌山環境保全団体の山本氏が調査してきたものをね、開示請求していると言いましたね。 要するに、入札の方式を変えたのは、ね、一般競争入札からプロポーザル、つまり点数制維に変えたのはいつからだか、ね、そして、ね、避難タワーの、これが設、ね、建設されたのが平成30年だった、その時に2つの、ね、この入札が一般競争入札から突然、プロポーザル方式、点数制維に変わった、これを誰が言い出したのか、その議事録はあるのか。 ね、さあ、当然、最初にどの入札から、ね、追加したのは、いつの入札からこのプロポーザル方式にご帽子の行政が変わっていったのか、ね、それを言い出したのは、ね、当然、議事録が元に制作されているはずですから、それがいつから議事録が設定されて、そしてプロポーザル方式が変わったのか、そしてそのメンバーは誰かというのをね、 とんでもなないメンバーだけなんですね、今日も、ね、ある新聞記者とね、その話をしていたら、ね、鼻で笑われましたに、ね、つまり、プロポーザルというのは、有識者が審査員として、ね、まあ、ほとんど人たちが有識者で選定されるわけなのに、役所の人間入るとしたら、ね、1人か2人、8人おったら、1人か2人、役所の人間が入るだけで。 ね、そしてあとは有識者6人は、ね、いうように要するにさまざまな、ね、学問に長けていて、そして上司、ね、一般的な歴史でいろんなことを知っている知識人ですね、この人たちが有識者として、ね、8人であれば6人そのような人たちが入る、中には弁護士も入ります、ね、で銀行の頭取とか大学の教授とかそういう人が及んで、そして ね、当然その人たちは様々な公共工事のね、委員に入っていますから、このようなものを選任して、そしてフェアな形で10点点数を持っていたら、ね、5点、4点、3点とつけていくような、ね、このような入札方法。ところが、この方法は、ね、よくに言う、政治家が談合をやりやすいような、 入札の方法ななわけなんです、ね、どのような入札方法をとっても必ずね金が絡むことですから個人はね金券が絡むことですからいち早くその金額予定金額を知った者がかつそれ以前に自分たちの意見のかかった業者を選定してその選定した自分らが決めた業者に点数を高くつけてもらうような ね、そして、その審査員を、ね、抱き込んで戦術する。さあ、これが全くそのまま行われているのが、御坊市で行われているさまざまな公共入札方法なんですね。そして、ね、この前ね、伝えたのは、御坊市の、ね、どのような形で、あの4市町,4市町村、1市、1市4町村ですね。この 非尿センターと非尿処理場と清掃センター。二つの入札が行われている。これも何十億という仕事なんですが、この今日ね、昨日情報が入った届いたのは、非尿処理場というのは、どうもこのプロポーザル方式でやられた。もう一つの清掃センター工場っていうのは、募集したけども、 入札業者が一社だったので、随形にしたというんですね。皆さん、清掃センターというのはね、ゴミ焼却場ですね。このゴミ焼却場というのは、ね、オリックスやね、えー、JFE とかね、カマですね、セラミックで作った焼却炉ですね。 えタクマさらには日立、オリックス、さらにはこの、ね、JFE、大阪に、ね、本社があるあの、本社はどうも名古屋ですかね、営業所は大阪にもあるんですが、その JFE、この釜ですね、東大阪の場合ですと、できたのがこの JFE の、ね、釜を焼却炉ですね、これはね、容炉にして熱ですね、今、ダイオキシンや PCB、これを、ね、燃焼するには、 昔はね、平成10年、ね、ごろまでは、400度、500度の、ね、熱で焼かれたわけなんですね。ゴミ家庭内ゴミや、ね、事業系ゴミですね。工場から出るゴミなどは、血が収集して、腸が収集して、その焼却用で燃やしていた。それがね、400度や500度で燃えてやら、必ずダイオキシン、さらには、 ね、PCB や、ね、ものが残る、害が残るということが分かって、もう焼却する家庭内ごみは、ね、事業系ごみというのは、800度以上で焼却することと決まっているわけなんですね。ですから、昔の、ね、焼却場の窯というのは耐火レンガですねあの、えー、煙突でもそうだったんですね。今は,違います、ね今はね、近代化されたそのセラミックの ね、要するに燃,、ね、燃えない長持ちするような鉄板みたいなやつでね、このセラミックっていうのは何かというとね、あの焼却場の釜というのは宇宙ロケットありますね、その宇宙ロケットが大気突入するとき、何千度、2000度ぐらいの熱になっているんでよね、摩擦の熱。それにも耐えれる、ね、側面の,あの宇宙ロケット。これれに使われているのがその、ね、 セラミックというね、金属ですね。特殊ですね。それを使った窯ですね。それをね、設置するんですから、このようなね、儲けるね、工事に入札する業者が一社しかなかったと、追形にしたらしいんですね。さあ、ここでもう皆さん、この御坊市民や平川稲美町、ただ近隣のね、町,町村で、 役員だけが選出して、ね、さあ、プロポーザルで点数制定しようって、業者を誘ったところ、一社しか入札がなかったいうんですね。皆さん、<laughs> 何十億というか,、ね、かかる公共工事にね、ましてや特殊ですよ。特殊だから、ね、みんな特殊な技術を持っているところは入りたいわけなんですよ。 なんで、一社だけしかなかったから、随形にしたというんですね。さあ、ここにね、また大きな疑惑が出てきているわけなんですね。ごぼう市民の皆さん。ね。そして、避尿処理場。ね。これは、一社で随形したというのは、清掃クリーンセンターですね。これを、今、工事が発注されてますね。その工事、ね。また金額も、 発表できませんが、ちゃんとね、公文書が入手できていないんでね、一度取ったんですよ。それをそのまま、ね、和歌山県警のね、提出していますから、我々は手元にね、コピーしたものがないんでね、もう一度、これを今、開示請求しているわけなんです、ね。そしたら、その開示請求を見た担当職員が、もう、いやいや、配送センター、その、 え清掃センターのクリーンセンターの入札は最初プロポーザルでやろうと思っていたんですが一社しか応募がなかったのでもう随形にしました、ね、さ,さらにつまりそのメンバーですねプロポーザルにしたのであればそのメンバーと点数ね付けられたそれを開示請求で求めていたわけなんでそうしたらそれを見たね連絡を受けたその本家本元からいやこれはもう 募集したけども、入札するところが1社しかなかったので、これは随権にしましたと回答が返ってきたらしいんですね。さあ、もう一つ、ね、非納処理場。この非納処理場は、点数制で行われたらしいんですが、前にも言いましたね、皆さんに。ね、この私がライブを通して言いましたね。谷口組というのが、まだ、ね、 入札、このような入札の発表されていない、行われていない時に、もう、ね、半年前か、一年前か知りませんが、避妙処理場、うちが工事を受けるので、ね、下請けに入るので、あなたの土地、二千粒の空き地、これを、ね、年何本でかで貸してもらえませんかと言ってきた、言うんですね。さあ、ただ、言ってきた、それ噂だけではないかと言われるかもしれませんが、それをね、<laughs> 圧戦している業者どうもどこかの銀行かどっかにお勤めになっていた人がコンサルタントをやっていたそこに来たそれを通して谷口組がでこの2,000坪の空き地を資材置き場として貸してもらえませんかでうちがそこの下請けに入りますからと言ってもう入札が行われる半年前に資材置き場の土地を借りに来たというんですね。 しかし、それが、ね、この和歌山環境保全団体の代表である山本の耳に入って、ね、こんなこと来たらしいですよ、まだそれ入札も決めていないのに、もうそんなことをしてるんかという噂が出たさあ、重なかったらしいんですね。ところが、入札が行われて、プロポーザーで行われて、現在、この工事に谷口組が入っているっていうんですね。 皆さん、とんでもないことと思いませんかこれがごぼう氏の現在の入札の在り方調査すればするほどに、ね、このような疑問が出てくる、ね、ましてや皆さん、ね、ごぼう市民の皆さん一般競争入札をやっていたら避難タワーですに、ね 二つの避難タワー、約六億円かけて作られた、その避難タワー、半分でできても大したもんですに、ね、一個、一億五千万、ね、でできたとしても、まあ、ね、まあ、四億円。じゃあ材料費が上がった、鉄骨の材料が上がったから、といって、一つ、二億円でできても、平成二十五年度には、一億四千万でできていますから、 二つの一個一個が2億円出てきたとしても、ね、4億円ですね、6億円も使う必要がありませんに。これをプロポーザルでやったと言っておきながら、出てきた、ね、公文書では、有識者と言われる知識人だというのをね、外閣団体から二人呼んできて、ね、そこに、ね、 副市長を入れて、あとの6人は、ね、あと5人ですかね、5人は、役所の職員、建設部長、ね、環境部長、そんなものが入ってきて、そして、プロポーザルやった、点数制にした、ね、言うんですね。この前ね、開示請求したときに、名前だけ出てきたから、この役職を出してくれってなったら、 さあ、出てきましたそのそれ前に、このね、メンバーの名前ですね、名前が出てきたので、それある人にね、詳しい人に、ご奉氏に詳しい人に見せたら、これ、ほとんどこの2人以外は、みんなこれ、職員ですやんと言われたんですね。その通りに、ね、この前開示請求した役職を出せと言ったら出てきたんですね。 これも建設部長、環境部長、下水道部長、そんな電池ばっかりですよ。これが知識人で有識者ですかご坊氏は。ね。そして、4社、ね。このプロポーザルに参加したという前田建設と藤田重工ですよね。藤田、 工業の、そのゼネコンですね。それと、あと2社は、黒塗りで、ね、消されているわけなんですね。これを、その総務部長の担当者に聞いたら、いや、ね、落ちたところまでね、掲載したらどうかなと思いまして、シドルモトロルって回答しているわけなんです、ね、とんでもない回答なんですね。4業者で入札しね、プロポーザーに参加したのであれば、ね、 落札できなかった会社の名前も堂々と出して、消す方は点数を消したらいいわけなんですね。そうでしょところが、業者名二つ二社を消してるんですよ。ならば、この二社入ったか入ってないか分かりませんに、どこの業者かも分からないんで。ねもしこは名前が出ていたら、窓口に行って、ね、聞きに行けるわけなんですね。 お宅の業者、この時にね、プロポーザルの審査行かれましたかね、企業はね、これ、行ったら行きました、ね、ところが数合わせで行ったかも分かりませんが、正直にね、取れたら取って工事をしたいというところは、当然それだけの組織を持っていて、50億円、100億円の工事はうちで1社でできますよというところが入ってきたはずです、ね。 そうでしょ。例えば JB でしましょうか、ね、うちで1社では、ね、60億円の工事するのは無理だけど、どことタッグを組んだら、そのくらいの工事はできますよ、ね、隣の八尾市なんかが、ね、それをやっているわけなのに、例えば30億円、40億円の八尾市の発注した工事が出たら、自分のところで1社で無理だったら、八尾の業者、2社が、ね、タッグを組んで、JB 組んで、そして入札参加して。 ゼネコンが入ってきても、負けないような金額で取って、さあ、自分たちが取った後、ゼネコンに、中堅ゼネコンに下請けを使うわけなのに。さあ、そして、ゼネコンが工事をやっていたら、落札したのは地元の業者、JB 組んだ業者だけど,だけども、ね、ゼネコン、中堅ゼネコンが声をかけたら下請けに入ってくる。このようなね、本当に見事な、ね、入札のやり方で、 企業が育っていくわけなんですね。ですから、この八尾市の業者、ね、三社四社は、ね、JB 組んだら、よそのに、ね、百億の工事であろうが何であろうができるような問題ね、要するにそういう大きな工事、ね、会社に育っている。さあ、五坊市でね、このような、ね、何億円、何十億円、避難処理場や、清掃センターや、さらに避難タワーや、ね、本庁舎、工事や、これからもたくさん、 あると思うんですよ、ね、公共工事の発注がしかしこのような、ね、市長が、ね、予算を組んで議員に対して議会に対してこのような予算を組みましたこれを認めてくださいこれを精査するのが議会の役目であるにもかかわらずこのご奉氏の連中らは、ね、市長をおだて上げて近権主義の 悪性に自分らが温度をとっている、先導しているような発言を、議会本会議場で、ね、次の選挙も頑張ってください。我々総理で応援しております。このようなことをね、ね、垂れる、その皆さん、和歌山のホー,ーホームページをご覧ください。ね、インターネットの時代ですから、そのホームページに、その時の音声が入っておりますよ。我々それを入手しているわけなんですね。 そう、開示請求で取っています。そして私も、ね、この、ね、動画に、ね、やって、音声だけが入るように聞いて聞く、聞くことができますが、ね、ごぼう市民の皆さん、ね、これ聞いてみてください。ね、しかも、ね、えー、3月の6日ですかね、この、ね、議員が、ね、本会議場でですよ、 縁、ね、談でですよ、それも、市長に対してエールを送った、その音声が流されているわけなんですね。議事録に記載されていますから、隠蔽するわけにはいきませんにこれがね、和歌山県の御坊市の議会で、長い間、このような方式で政治行政が行ってきていた、とんでもないことですね。 いかにね、よその市町村でも、市長と議員が悪さをしても、このようなあからさまな事情でね、議員が次の選挙も頑張ってください。我々も応援しております。あなたは今まで4年間、ね、ごぼう市民のために多大なる貢献いただきました。我々がね、参照しております。だから次の選挙においても、ね、皆さん、ね、我々も ね、12名も、ね、応援しておりますから、頑張ってください、このような会話、このような称賛の美人礼コを並べ立ててですよ、応援したようなことを議会で言った、ね、新聞記者が聞いたら、ね、ふっと鼻で笑われましたよ、ご市議会の皆さん、14名の議員の皆さん、ね、とんでもないことがご坊市で行われている。さあこの日曜日曜 19日から、ね、市長選挙が始まります。ね、勝てるとは思いません。しかし、ね、全力をつって、市民に訴えて、ね、それが、ね、ごぼう市民のためになることを訴えていって、ね、市民をバカにしていたごぼう市民の皆さん、ね、今度こそあなた方が一度も選挙に行ったことがない、誰がなっても一緒や、そのような気持ちを、 投票所に行って、ね、頑張って選挙に行ってくださいに、それが市民が今度こそ綺麗なごぼう市役所を綺麗なままで自分たちの子や孫のために使うような政治行政をやっていくように市民と一緒になってそれをね、守っていく。そしてごぼう市役所には立派な職員さんがたくさんおられます。 大学を出て、法学部を出て、様々なに、ね、一流大学を出た人は、たくさんおられますその人たちが主体となって、市長と一緒にね、議員に言われても、議員を年、ね、解き伏せるような、これいやいや、これは市民の声だ、市民のためにやるんだというような市長を作り上げるのが、ね、市民の皆さん、あなた方なんですよ。ね、これを一生懸命ね、応援することこそが、自分たちの町、 そして自分たちで、ね、その自分たちの町を明るい町にしていこうという気持ちでね、今度こそみんなで選挙に参加しようではありませんか。約1万6000人から1万7000人の有権者の皆さん、ね、50%いったにしても、ね、何人ですかね、6万人、ねえー、と8万、9万人ですね、8万人いったとしても1万、一、え、番、ー、 六千に、え、一万六千に、あ、八千人,人ですね。八千人の倍いったにしても、皆さんが選挙に行ったら1 6,、一万六千票ね。二十二万市でしたら、有権者は一万七千人ぐらいではないですかね。ですから、ね。八千人。ね。今までしか行ってないところね。一万三千人、一万五千人が選挙に行ったら、なんとかなるんじゃないでしょうかね。皆さん。 去るね、選挙が始まったら、その市長の公約、ちゃんと、ね、自分たちの目と耳で確かめて、ね、本人が本当にそのような心意気でやってくれるのか、それをみんなで見極めるのではありませんか。それではまた明日お会いしましょう。こんばんばはこれで失礼しますおやすみなさい